この時間は柏レイソル対名古屋グランパス、こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。柏は 4-4-2 のシステムですがどうご覧になりますか。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、まあ、4-4-2 のフラット型ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね、まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、はい、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。柏のキックオフでスタート。柏レイソル対名古屋グランパス、まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、そういうことで悪い意識を持つことですよね。なるほど、まずは立ち上がりです。この柔らかいパスです。おっとルーズボール、このボールはカットされます。もういい形ですよ。素晴らしいパス、これはどうだった、シュート。名古屋一旦クリアで落ち着かせます。フェイントでしっかり相手を抜いてましたからね、自分でも自信があったと思うんですけどね、最後惜しかったですね。コーナーキックのチャンスになります。ショート行きましたね。さあ来たか、どこでしょう、シュート。いやトラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね、ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。コーナーが続いています。上げてくる、どうだ、シュート。もう一度来た、決まった、先制フェイソル。こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。これ落ち着いてましたね、結構とっさに2選手多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですがしっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。いやいいゴールですね、はい、精神的なアドバンテージというものも非常に大きくなりますからね。そうですね。さあ柏立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言いますよね。素晴らしいですね。いいプレッシャー、名古屋ボール、ここで受けて上がる、頭触る、素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これここは合わせてきましたがものにすることができません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。コーナーキックです。さあどうだ、キーパーどうする、チャンスを演出できるか、シーハス、フリーで受ける、パスをつなぎます、稲垣へ、どうだ、さあどこに出してくる、来たか、こぼれてる、さあどうだ、これはクリア、右サイドへ振って、いいボールだ、さあ来たか、ここはいいプレスで奪います、これをカットします。さあ左へ預けて、肉にゆるく狙ったボール、
ここは通しません。松本大きく前線へ、ふわっと裏を狙う、ボールはクリア、裏のスペースを狙う、シュート防ぐ。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの場面でスーパーセーブです。大きく縦へ、さあどうする、さあそのまま行くのか、来ましたよ、さあどうだ、クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。上げてくる、どうだ、クリア、このピンチをなんとか出します。トガ来た、ミドル、これはわずかに左でした。まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね、意識高いですよね。長いボールを送ります。白井、柏としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。これはどうだ、いけるか、ここは通しません。名古屋はここクリアで難を逃れます。プレスからボールがこぼれる、カウンターを仕掛けていきます。裏へ出るか、ここはファールを取られます。注意に終わります。アーチのようなパス、これはクリア、ふわっと裏を狙う、パスはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。カウンターを仕掛けます。通るのか、このパス仕掛けるか。前半終了です。15分間のブレークの後セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、柏先制してハーフを迎えました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。柏レイソル対名古屋グランパス、柏が1点先制して前半を折り返します。後半キックオフです。柏としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね。はい、小山津、さあここでカウンター、また中央へ、白井、野上、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあカウンターのチャンスになります。いいプレッシャー、縦へ送ると、これはつながりません。野上、ここで丁寧にボールを扱う、縦へ送る、森島へ、そう狙った、緩いボール、さあつながるか、ルーズボール。柏がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の1-0は非常にシビアですからね。稲垣、サイドを使います。さあ逆サイド、激しいボールの奪い合い、さあ左サイドへ、中に入れる、名古屋はここでファールを取られます。イエローカードが出ました。名古屋はメンバーチェンジがあるようです。さあ名古屋2人の選手を入れ替えます。名古屋がかなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。
先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけどもね、その逆は失点やファウルのリスクが高まるピンチのシーンが頭できた。名古屋完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いやちょっと綺麗に飛びすぎちゃいましたね。柏がここで選手を変えるようです。大きく前線へ、このスルーパスは通りません。戸賀、平井、関根、片山、サイドを変えます。ここはつながりません。ここで受けてサイドのスペースへ走らせる。ここはつながりません。中上げる、もうこれいいでしょ。チャンスを演出できるか。来た、シュート。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。柏絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。キーパーから前線へ、名古屋が最終ラインまでボールを下げる。さあ来たか、外側から攻めていく。さあどうする、もうこれいいぞ。来た、シュート。名古屋同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ギリギリの勝負になってますよね。白井、三つ丸、激しいボールの奪い合い。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。野上、縦へのボール。柏はこの1点差で残り時間をどのように戦うのがいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。スルーパスを狙う、さあ来たか、いい展開ですね。さあどうだ、来た、シュート。ー名古屋はここは大きくクリア、危ないシーンでした。おっとルーズボール、時間かけずに攻めたいですよね。縦へのボール、ここは通しません。柏としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、タイムアップまでも、シュート。ディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。ここで笛です。1対0、柏勝利です。接戦をものにしました。結局前半のゴールが決勝点。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。柏としては点差だけで言うと全く余裕はなかったんですけども、ゴールした後から落ち着きが見られるようになりましたよね。そのまま後半を乗り切ったという感じでしょうね。そうですね。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。